どうもこんにちは、 N スタジオのリュウです。ワンピースワールドシーカー続きをやっていこうと思います。早速このびっくりマークのとこに行ってみよう。この先の分かれ道を左に進めば水玉町がある。海軍に合わせスチールガン行きたいときはみんな右側の道を通るのさ。ほうほうほう。あなただーれ。あのアクセサリーを作りたいんだけど材料が足りないの。そうね、よかったら小さな貝殻2個集めてもらえない？砂浜や港に行けば手に入るんだけど、最近は海賊がうるついててなかなか近づかないの。ベルトくれんの？あるんじゃない？そうね、1個しか持ってないのか。何かありそうなんだけどな。おい、どれだよ。侵入者自動で撃つあれって。あったー、宝箱調べる。ゴールデンミート、これはリフレッシュリーフ。ん？なんか光ってるのあるな。こっちか。何があるのかな。赤い光だな。金。これはこっちだな。これは何かあんのか。特に何もない。おお、なんかいる。敵かな。あ、敵だね。どうやって帰るんだっけな。よいしょよいしょ。オッケー。そこにもいるじゃん。敵が、ああいるね、ここにも。あっちにもいるね。見聞色の発見で見てもそんなにいない。あれが強そうだな。まあいいか、いけるか。よいしょ。痛て。あ、痛い痛い。よいしょよいしょ。よいしょ。お前は鬱陶しいな。お前も爆弾か。バズーカー、こうだ。
これ掴めるとこないのかな。違うっぽいな。掴めるとこがないもんな。誰だお前。ねえ、小さな花を三輪。スパイチョーカーでどうかな。小さな花は墓地を探せば見つかると思うよ。いや、墓場から持ってこいと。なんてやつだ。入っても。でしょい、でしょい、でしょい、でしょい。ここでも通っていかなきゃいけないもんな。狙い上手。伝説のお宝米。さすがに、ああ、あれはダメなの。こういったストリングー、 OK。 こっちにも宝箱、よいしょ。ジュエル、結構海軍うろついてんな。調べるってあったな今。この上、絶好調の羽。おっと、こっちに宝箱ある。敵さんですね。よいしょ。テイクダウン好き。ワップメタルや。そーっと近づいて、テイクダウン、テイクダウン、オッケー。あっちにも光ってんのあるな。あった、プラチナムフラワー。よし、とりあえず新しいところ。スチール街の入り口で情報を集めよう。マップ画面に表示されたエリア名を選ぶことで選択したエリアに瞬間移動できます。ほうほうほう、ファストトラベルのことか。パトロールスナイパー、スチール街の屋上などにはゴムゴムのロケットを撃ち落とすパトロールスナイパーがいます。青い線狙ってて赤い線が表示されます。ほうほうほう、ってことはどうも。お肌にいいフルーツが必要だわ。ジュエルフルーツを2個持ってきてちょうだい。頑張ってね。
南側だって手に入りやすいわよって。なんかサイドミッション多いな。あ、落ちた。よっ、こっち？どっから狙われてる？あー、いた。あれか。あー、そういうことね。あそこどうやって登んだ？おりゃー、こっちから登ってこうか。おりゃー、おりゃー、アトリンガ。オッケー、とまず情報集めをしないといけないんだね。誰ですか？監獄長がもうすぐ海軍拠点から出るらしい。例の海賊の件で。みんなのことか。あれ？マップの位置的にここ下かな？ってことはここぐるぐる走り回るしかないのか。今はスナイパーがどっかにいる。こっち側、あれか。よいしょ。あ、話せるんだ。話す。ええ。なあ。はんはんはん。あ、危ない。水はダメですよ、水は。届くのかな、あれ。届かなさそうだな。これの上か、さらに。この光ってるのを取りたい。もう一個上かな。まだ上か。危ない。一番上まで上がんなきゃいけないパターンか。よっ。ええ、一番上に来てもねえし。ああ、もういいや。こっちに行って、海軍拠点前に行こう。どこだ？おお、ここか。アイザックさんがいらっしゃったぞ。アイザック？おお、アイザックさんだ。ああ、こんなとこに。あいつ空中監獄の、ちょっとあんた何するつもりだい。
顔当たりな。ジルってやつに聞かなかんのか。あっちの広場でよく見かけるよ。第4話スチール街ミッション完了。メインミッション開始。不審な女、スチール街の広場にいるジルに会いに行こう。ということで今回の動画はここまで。チャンネル登録とグッドボタンの方お願いします。次回の動画まで、またねー。